レックス・イングラムはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家、俳優、映画プロデューサーである。本名レジナルド・イングラム・モンゴメリー・ヒチコック、俳優時代にはレックス・ヒチコックと名乗った。エリヒ・ホンシュトロハイムが世界で最も偉大な映画監督と呼んだ人物である。1893年1月15日、アイルランドのダブリン県ダブリンに、 レジナルド・イングラム・モンゴメリー・ヒチコックとして聖職者を父に生まれる。ダブリン県ラスファーナム近くの聖コロンバズ・カレッジに学ぶ。思春期のほとんどを父がアイルランド国教会の教区牧師を務めたジオールド・レクトリーと呼ばれるオファリー県のキニティ・バーで過ごした。1911年、アメリカ合衆国に移民した。弟のフランシス・クリア・ヒチコックは イギリス陸軍に参加し、第一次世界大戦を戦って、先行十字章を受章、陸軍大佐に昇進している。イエール大学芸術学部で彫刻を学ぶが、すぐに映画へ転向し、まず1913年から俳優業を始め、さらに脚本、制作、そして監督業へ進出した。最初の制作、監督作は、1916年の 恋愛映画ザグレートプロブレムであった。エジソンスタジオ、フォックスフィルム、バイタグラフスタジオで仕事をし、メトロゴールドウィンメイヤーでは主にアクション映画や超自然映画を監督した。1920年にメトロピクチャーズへ移籍した際、同社の重役であったジューン・メーシスの部下となった。メーシスとイングラムは、復讐のアルプス、目視録の4騎士、征服の力、 聖者のキロの4作を共に生み出した。二人の恋愛関係は、1921年にイングラムがアリステリーと駆け落ちしたことで終演したとされる。イングラムとメーシスとの間の距離が拡大し、メーシスの新しいり出物であるルドルフ・バレンティノの人気に陰りが見え始めた。この1921年のバニティフェア氏のラルフ・バートンによるカリカチアは、 バートンがイメージしたハリウッドの著名人を表現している。カーソルを使用して人物を特定してください。イングラムは二度の結婚を経験しており、一度目は1917年、女優のドリス・ポーンと結婚。1920年に離婚して婚姻関係は終わる。1921年にはアリス・テリーと結婚し、生涯を添い遂げた。1925年、 イングラムとフレッド・ニブロは工業的大成功を収めた女子史的映画ベン・ハーを監督しイタリアで部分的に撮影を行った。イングラムは妻と共にコート・ダ・ジュールへの移住を決意した。ニースに小スタジオを構え MGM 等の映画を北アフリカ、スペイン、イタリアで数本のロケーション撮影を行って制作した。この時期、 ニースのイングラムのスタジオで働いた人物の中には、後に赤い靴等の古典作品をエメリック・プレスバーガーと共同監督することになる若き日のマイケル・パウエルがいる。パウエル自身の手記によれば、イングラムに多大なる影響を受けたという。実際、パウエルの後の作品には、イングラムの影響を編み出すことができ、幻想、無想、魔法や超現実といったテーマに特に現れている。 デビットリーンもまたイングラムに深く影響を受けていることを認めており、MGM の主任であったドア・シャーリーもハリウッドにおける最もクリエイティブな人物として重要な順に D.W. グリフィス、イングラム、セシル・ B. デミルとシュトロハイムを挙げている。イングラムはわずか一作だけトーキーを手掛けている。モロッコで撮影を行ったモロッコの血煙がそれで拷問英国映画社作品である。 同作は商業的には成功せず、イングラムは映画業界を去り、カリフォルニア州ロサンゼルス市に戻り、彫刻家、文筆家として仕事をした。1927年にはイスラム教に興味を抱き、1933年には改修している。レックス・イングラムの作品群は、現代の多くの監督に芸術的であり、技巧的で、 想像力にあふれた大胆な視覚的スタイルを持っているとみなされている。1949年には全米監督協会が終身名誉会委員賞を授与している。映画産業への貢献を記念しば因外1651番地にハリウッドウォークオブフェームの星を刻んだ。マーツ・イン・ザ・ハウス・オブ・デス。ザ・レギオン・アドバンセズの2冊の小説も上司している。 1950年7月21日、カリフォルニア州ロサンゼルス市、ノースハリウッドで死去した、万57歳没。同州ロサンゼルス郡グレンデールにある墓地、ホレストローンメモリアルパークに眠る。ありがとうございます。